ペルセウス、すなわちイスラム軍が日本列島に到着するまでの間、先住民レジスタンス、いわゆるヤクーザと呼ばれている、暴力団と呼ばれている、反社会的勢力と呼ばれてはいるが、実は先住民レジスタンス、私の日本先住民エミシ新国家の正規軍の方々よ、私の身辺を警護なさいませ。そして私の父方のかつての親衛隊であった警察があなた方と衝突するなら、なるべく外交的にそれを解決をするよう私は努力するが、私を守るのが第一で、あなた方ヤクザは私の身辺警護をこれからなさるので、その時に多少の衝突があってもそれはご容赦願いたい。外交的に必ず解決するので、お辻家と日本国は外交的に深刻な関係にあり、とりわけ天皇家とお辻家は深刻な対立関係にあり、私たち日本先住民は非常に不快な思いをしている。速やかに解決できるわけがないので、しばらく苦しみの時代が始まるが、我慢したまえ。